生駒駅の方、じゃあ北側ですけどね、こんにちは。さっき乗り降りしてたところどっちがあって、こっち側なんかちょっとひとやかな駅があるんですよね。よし、とりあえず学研の浅見ヶ丘とかあっちの方行きましょうか。よし、さあ次はじゃあ学研の浅見ヶ丘、あっちの方に東大寺を見ていきましょう。ホームドアの代わりになるようなセンサーがついてるんですね、安全センサーで。こっちは流れてる、先に奈良行ってもよかったかな。そうですね、ここへ通って、センサーを遮ると警報を発信するんです。まあ、相当ギリギリのところですからね、もうちょっと手前でもいいんじゃないのと思うぐらいのあれですけど、そう、あの近鉄免許の特徴の一つあれですよね、何線何線ってあんま書かないですよね。どこどこ方面っていう書き方ばっかして、コスモスクエアの方こっちに案内していきます。コスモスクエアの方がこっちに、県内富川が着きましたね。でも前にイオンがあるみたいですね。普通に置いてきたけどあれですよね、ターミナルを取らないときませんでしたね。ターミナルなんかロータクがあるだけみたいですね。よいしょ、綺麗な街ですね。京都銀行とかになってくるんですね、こっちになると。なんと銀行はなくなるんですね、なんと。さあってことで、こっちも行きましたね、ここに行きましたね。地下鉄連絡は中田からずっとコストスクエアの方行くんだね。本当になんか今はまた長田まで行かないといけません。名の使命感か分かりませんけど、奈良市の高級図えらい引き伸ばしましたねこれ。あ、ね、よかった、南都銀行もありますね。ミニストップもありますね、イオンの真横ですけど。結構おしゃれな結構細かいところがいろいろとおしゃれな街ですね。すごいですね。なんか IC カードのところもなんかおしゃれじゃないですか、おしゃれな IC カードになってますよ。イオンもちょっとおしゃれな感じじゃないですか。まあもうパッと見で分かるイオンですけど、あでもこの時間にちょっとイオンはフードコートはすげえ混んでるでしょうから。まあイオンはねもう四日市市民たるものを見慣れまくってますからね。さああっちにライフもあるよな。近すぎて今びっくりしてたよ。ああ。こっちは
レコラックス、あ、来ましたよ。まああの串型にはなってないですけどね。ああこれちょっとターミナル感映すのは難しいかな。ちょっとここから立ち入り禁止ですからね。はい、ターミナル、あー見えない。こっちも難しそうですね。センサーがありますからね。あ、でもこっちは見えるな。はい、ターミナルってことでね。はい、確かにターミナルでした。長田駅まで来ましたよ。どっかで駅名所が大阪メトロ風になるんですね。まあここはもう引き換え駅ですからね、何も等間隔は何もありません、ね、よあよ起こしたらここに消えてことね。ちょっとギュッてなったのね。でひとまずねここで一回ね、フリーキップで出るんですわ。でこの後、河内山本の方に行って杉山口の方にね回ろうということなんですけど、そうするとね、さっき言ったね、おっと、使いやのか、うん、これやのか。すいません、フリーパスなんですけど、はい、いいですか。ありがとうございます。よいしょ。で、これ使いやね。で、どっかに駅名あるかな。今ここのね端っこに行きましたよね。でこの後ねこっちの杉山口の方からまたケーブルカーの方に乗ろうというんですけど、これねまた生駒の方にずっと戻ってね、そっからこう行くとね時間かかるんですよ。で仕方ないでここからね伏せからね、大阪メトロ、このまま大阪メトロに乗ってね、そのままちょっと環状線とか鶴橋まで行って、で鶴橋からまたこっちの方で河内山本の方に向かっていこうということなんで、ここからこう行って、でここから、森の宮か、森の宮で乗り換えて、もう一回乗り換えて環状線で鶴橋っていうね、なかなかちょっとなかなか、あれですけど、緑橋から乗り換えて行くとね、結局やっぱりかかる時間がかかっちゃうんで、うん、こっちで行こうってことですね。切り替えてここから行こうかで、よいしょ。ということでここからね、行こうかな。しばらく、鶴橋まで、これで行こうかなというところですね。本当は地下鉄だけで行くとね、その地下鉄だけ使ってたらね、初乗り料金かかりませんからね、安く済むんでしょうけど、それだとね、結構ね、鶴橋から出る普通列車にね、ちょっと間に合うか間に合わんかなんですよね。でね、言うてね、やっぱ普通列車の数は少ないですからね、河内山本に行こうと思うと普通列車に乗らなきゃいけません。この辺りもね、一つ、ちょっとね、ちょっと後々の工程ならこの後のね、またぐるっと回らなあかんこと考えると、うん、まあまあちょっとここはね、時間ちょっと、プッシュしていかんといけませんねということですね。そう、高井田から太いは大阪東線に通ってますよね。あれに乗ってみようかなと。そうすれば近鉄のね、ところも乗り換えができるはずなんで。出た。180円で大阪東線はこっちだよね。で大阪メトロやろ。大阪東線の駅はこっちか。
これ駅なんや。ここが高井田中央駅ってなっとるね。これで大阪東線乗るんです。あら、神戸線路内に人が立ち入ったので遅延してるらしいですね。あら、それは面倒。さあ、通って、どっち行けへんや。花店とか行ったらあかんすよね。新大阪行ったらあかんね。旧宝寺の方か。こっち方面にあっとるよな。はい、乗ったら早くなる。あれですね、大阪メトロと違ってすごく結構そういう大阪東線は結構新しいですもんね。階段中央ね、12時33分。あれ結構来らんのやな。大阪か、多分しまったな。これだと意外と乗り合わせは良くないかもしれませんね。あっちの大阪線の方と近鉄のね。春徳道でしたっけ。まもなく2番乗り場に12時33分発。あ、これ言ってますね。普通、そうです。春徳道は6両で参ります。危ないですから。黄色い展示ブロックまでお下がりください。これ、証明書取れるんですね。便利ですね。ご注意ください。電車が参ります。JR 新徳道に来ました。ここから近鉄の新徳道駅がそこにあるんですね。ここに乗り換えができると、便利ですね。さあ、ここはあれなんですね、正式駅名に JR って入ってるんですね。珍しいですね。後からできた駅だからなんでしょうかね。ここがもうちょっと近鉄に乗れるのかな。通って130円か、安いな。初乗りやすいですね。さあ、で、もうすぐ近鉄の春徳道駅、ダイソーとか入ってるんですね。結構すぐ来るのかな。列車の時間知らんで33分乗ってたら12時36分。あれ、何なんじゃ。次は47分かな。あ、でもこのレトロが残ってますね。ちょっとねって言うたらこれこんな感じですよね。さあ、めちゃくちゃになってしまったけど、よいしょ、大丈夫ですね。ぶっ壊れますね。ちょうど電車来た。高安駅はこれでいいや。よし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 。忘れ物のないように。さあ、河内山本に着きました。あ、もう電車来てますね。これで市議山口の方に行ったんやな。ちょっと前に座ろうかな。
栃木三越行きです。次は松井川です。右側の扉が開きます。ご注意ください。近鉄をご利用いただきありがとうございました。そのまま石川って書いてあるね。中で、ね、あ、一応東大駅が入ってますね。これでね、はい、ターミナルスね。よし、順調に来ましたね。さあさあさあ、で、さあ、ここからまたケーブルカーですね。今日に今が山に続いてですけど、こっちは駅の構造としては2匹一線ですね。一線がこう上り下りするんですね。5分54分で、ああそうか、もうすぐ出るんですね。もう結構混んでますね。よいしょ、はい、さあ、すいません、よいしょ、今日お客さんがいっぱいあったんでね、あんま取れてませんけど、これでね、来ましたね。確かに、しかりません。ちょっとね、あの幅が狭くて、後ろからもね、お客さんがわーっと来てたんで、さすがにちょっと止まってね、できませんでしたけどね、だいぶ抑えましたね。どこからスタートでしたっけ。四日市からスタートして、品川から、賢島行き、賢島から大和八木行って、そこから橿原神宮前行き、吉野行って、釈路行って、そこから御所寄って、古市寄って河内中野からまた古市戻って道明寺から柏原行き、柏原からそのままどこでしたっけ、これだとなんかすごく離れてる見えますけどね、柏原から片下ね、片下までポンと歩いて、でそこからずっとここで上本町を押さえて、南蛮も押さえて、そこから、JR に乗って阿部野橋行って、阿部野橋からもう一回柏原神宮まで特急使って、でそこから、京都線の方乗って、ここね、笠縫行って、笠縫で一泊して、田原本から西田原本行って、新王子から王子乗り換えて、で生駒に行き、生駒から鳥居の方、生駒ケーブルに乗って、そのまま宝山地でもう一回乗り換えて生駒三条までね、で生駒三条まで行き、そこからまた戻ってきて生駒に行って、生駒から学研なら富ヶ丘まで行って、でそっからさらにもう一回戻って長田駅に行って、そっから地下鉄乗って JR で乗り継いで春徳道に来て、春徳道から河内山本に行って、河内山本に乗り換えて四季山口に行って、四季山口からケーブルカーに乗り換えて、ここ、ああ長いな、こんだけいろいろと乗り換えたの久しぶりですね。いやさあ、せっかくなんでちょっと見ていきましょう。いや何でね、生駒が600いくら、これ440メートルぐらいとかって言ってましたかね、ですけど、いいじゃないですか。あ、ここから取れますね。実はあれ気になってたんですけど、なんと随雲号っていうらしいですね。これはそのうち随雲祭りここでやるんじゃないですか。それにしてもあれですね、生駒山ケーブルよりも急ですよね。さっきもう今乗ってすぐですから、うわははははは、すげえ、うわ
やっぱりすごいですね。予想はしてましたけど高いですね。でさっきとちょだいぶ角度が変わりますね。阿部のハルカスがこっちの方面に見える、生駒山がこっちの方ですね、この先っぽの方であるはずなんですけど、ね、そこから見たの今度南からね、こう北の方を南に大阪の街を見るような感じですよね。いいですね。鉄柱とかもこれまた出てるような感じですよね。とりあえず随を上げときましょう。さてね、バスも出てきましたけどね、ここで高安山で、このままね、あの山頂の方行くには、ここから別途バスに乗って、山門まで250円で、こうバスへ行けるらしいですね。ちなみになんか昔はここから、なんと電車が走ってたんですね。市議山電鉄、の高安山の方までここですね。これ後から作った感じでしょうけど、まあ、こんな感じで、多分、一両編成が吸ってくるようなホームだったのかな。ここに書いてありますね。1930年に、市議山電鉄として作業を引き上げてる。こっから市議山口から、そうですね、市議山口から高安山に登って、こっからは普通の鉄路が走ってたんですか、これ。あの操作してた杉山門駅の三条鉄道線を同時に開業しました。大事世界大戦営業しましたぐらいに、佐久路線は営業再開。で、あ、こっちの方は自動車道になったんで、今バスが走ってるんですね。ですんで、生駒みたいに、要は途中で経由して、もう一つ、こっちは普通の鉄路が走ってたんですね。生駒の方はケーブルカーが走っとって、もう一発ケーブルカーに乗り換えですけどね。ね、その本でこの字型ですけど、片側の本の後が残ってる、まあ、この字型ですんで、今まで見てきた、多分こっからこう来て、こっち側にもホームがあったんですよね。で、そこから電車がずっと出て取ったんですけど、まあ今道路になっとると。いうことなんでしょう。へえ。いや。ということで、あ、これも近鉄の元々ってことはターミナルじゃないですか。そう、ターミナル跡じゃないですか。いい感じで撮れてますね。あ、さすがに上の方まで登りませんというか、今バスはね、もうね見送りましたんでね。そう、アクセスよくね、ここからそのままバスで行けるようになってるみたいですけどね。バスは。こんな感じ、近鉄バスなんですね。高山さんまでで250円で、霊園までは170円で行けるんですね。こういう、ここで列車が走ってたんですね。まあですから、ここから先は、そこまで急勾配ではないということなんでしょうね。まあ言うても山道ですから大変だと思いますけど、逆に見るとよく電車を運び込みましたよね、こんな山の上まで。それがすごいですよね。なるほどね、係員の方が四季山口からあれなんですね、掃除に来てくれてるんですね。ありがたい話です。面白いのがケーブルカーでも土日とこう分かれてるんですね。あそこでもそうでしたけど、でも運行自体は全く一緒か。うん、次何分、今1時26分で13時26分、次は、ああ、そうかそうか、ここも40分単位ですね。40分単位でポツポツってくるんで、まあ、45分。15分あとありますか。せっかくやちょっと、まあね、山頂まで行けたらよかったんでしょうけど、ね、もうね、あの、吉野山でね、分かっております。それをしたら間違いなく京都には行けません。この後まだ京都なら天理行かないといけないんですよね。逆に言うと西川もこれで終わりか。京都なら天理を抑えれば、これでとりあえずターミナルを、ね、端っこを抑えることができるということですね。生駒山経路とはだいぶいろいろと様相が違うんですね。面白いのが、生駒山はね、ケーブル分しか買えませんでしたけど、あれも17からって言って、あれなんですね。連続したあれになってて、Y になってるんですね。で、ここは Z ですね。ということで、ついに A から Z まで。線としては A から Z まで全部それとか、あ、あと H か。ね。ちょっと人がおらんところで、
見させてもらいましょうか。金さんおるのかな。あ、もう入ってる方見えますね。こそここの方がこんな感じだったんでね、わーっと来たら横にどいてもらうわけでもこともできやんかったんで、なるほどなと。で、向こうは 2面一線だったんですね。向こう側はもう完全に使ってない感じですけど、面白いですね。はい、改めてね、しっかりと押さえておきましょう。ターミナルってことでね。で、列車はこれ随雲号なんですけど、これね、鉄道分でいうとね、実はこれ日本一があるんですよ。何が日本一かっていうとこれなんですよね。実はこれが確か、日本で登録されている一番ちっちゃい車両なんですよね。電車の鉄道車両としては日本最初っていう、なんかというので有名らしいです。これね、ですから2両編成なんですよね、扱いでいうと、1両2両編成のケーブルカーというのも珍しいですけど、細かく言うとここで連接で分かれてるんでね、でこれはなんかいろいろと荷物を運んだりね、備品とか運んだりするのに使ってるらしくて、そこからこう取り出せる、これ取り出せるように乗務員さんが向こうからね、こうできるようになってるみたいですね。へえ、そう、噂には聞いてたことあるんですけどね。列車はこれは市議トラックみたいな、トラとなんかね、こういろいろとゆかりのあるところということでね、案内放送も流れてますね。ちょっと行きはわーっと混んどったんで、ちょっとね、取れませんでしたけど、いや、階段も相当急ですよね。そう、向こうの駅着いたらちょっと斜めになっとるなと思ったけど、あれですね、よいしょ、こっちの方が勾配が急なんですよね、多分四季山口のあっちの方より、面白いことですね。さあ、ちょっと乗りましょう。
扉が開きます、うん、ご注意ください。無事着きましたね、これで七里山口でしたっけ、七里山口にまた戻ってきたというところですね。列車はまだ来てないですね。14時1分か、まあ6分ぐらい時間あるのか。一回チラッとチラッと出ました。これ面白いのありますね。ケーブルカーの、車輪の仕組み、こういうあれですね。溝車輪と膝車輪があって、あ、これで、なるほどな。あ、これ分かりやすいですね。そう、どうやってね、あの行き違いとかしとるかというと、こういうあれなんですね。なるほどな、独特ですね。あれは 何かを随道で読むやろ、国川かな。まあ、せっかくで出入り自由の切符ですから、せっかくのやつ買ってください。よいしょ、よし。でここが、杉さん口ね。さあ、今度はここからね、もう一回、京都なら天理と行かないといけませんからね。八木で来た電車によって平畑止まるタイプやったら天理の方行きますし、京都まで行けるんでしたらね、そのまま京都に行っちゃいましょう。よし、最大時行きだったら奈良でね、奈良に行ってもいいですし、まあ、とりあえずあんまり時間は、順番は気にせずに、行けるとこ行きましょうか。好きで、結構でも、普通に住宅も多いですし、あれなんですね。100円チェールがあるじゃないですか。あ、メッツもある。よし。